皆様、こんにちは。杉村と申します。私がツイッターで投稿するタブローを極めるにご参加いただきありがとうございます。この動画ではタブローを極める d a y 12の解説をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私のツイッターの投稿、もしくは私が投稿するこちらのタブローパブリックの私のページから こちらのタブローを極める問題集、回答集を使っていただき、問題に取り組んでいただきたいと思います。まず、問題に取り組んでいただくために、タブローを極める問題集をクリックしてください。クリックいただきますと、今までの d a y 1から d a y 12までの問題をご確認いただくことができます。こちらの問題集というのは、 右上のこちらのダウンロードというタブからタブローのワークブック形式でダウンロードいただきお手元のタブローデスクトップで開き問題に取り組んでいただくことができるようになっておりますこちらワークブックをダウンロードいただきタブローデスクトップで開いてみてください こちらが私のタブローデスクトップで開いた先ほど問題集をダウンロードしたページとなっております。まず表紙からスタート。そして左には私がブログで投稿しているこのタブローを極めるの簡単な解説とですね、あとはそれに紐づくツイートというところもご確認いただけます。 w ツイッターのリプライで他の参加者の回答であったり、感想であったり、スキルをかなり高くお持ちのユーザー様がご参加いただいておりますので、ぜひそちらの、あの、回答というのも参考にしていただけたらと思います。まず、こちらの d a y 1 2をクリックいただきですね、タブルを極める d a y 1 2の問題を確認していきます。 今回の問題は、ワークブックのデータをもとに以下を表示してください。サフコあるメーカーの売上高と、全体売上で、そのサフコというメーカーが占める構成比そしてメーカー売上の平均、また、サフコの売上とメーカー売上の平均を比較したときに、どちらが高いのかと、 いうところを表示していきますこの問題の肝としましては、このメーカーでですね、サフコ c o 等ですね、他のメーカーを絞り込むことができるんですが、通常のフィルターを使ってしまいますと、こちらの全体の構成比というのは、他のメーカーがフィルターされているわけですので、100%で表示されます。かつ、 え、他の、ま、1位とかですね、あとはメーカー売上げの平均といった値というのも、こちらも、あの、ま、1社しかなければ、サフコというメーカー1社に絞っていれば、必ず1位になってますし、他のメーカーを開いたときにも、フィルターされているので、1位で表示されるということになります。ですので、この問題の肝としましては、1シートでこの KPI をすべて表示しつつ、 フィルターを使ったとしても、まあ、表計算で全てのメーカーを考慮した平均の売上また構成比が算出できるような KPI を表示するというのが今回のこちらの問題の肝となっております。問題を理解いただき、確認いただきましたら、このデイ12を始めていただきたいというふうに思います。 それではエスケープピッキーで、このプレゼンテーションモードを解除してください。もしくは右下のこのプレゼンテーションモードの解除でも構いません。解除をしていき、ワークシートに移動していきます。こちらでは、スーパーストアのデータを活用し、メーカーと売上をそれぞれ表示をしております。 まず、ここから、えー、そうですね。並び替えてみたいと思うんですけれども、まあ、ここでですね、広順に並び替えを行うと、まあ、今回、メーカーの中で1位の売上を誇っているサフコ2番はホン3番はキャノン、そして4番はフーバーという並びになります。で、ここで、まあ、先ほどの、あの、問題ですけれども、まあ、全体の売上の サフコが占める構成費を算出するということになりますのでこちらの合計売上を右クリックしてですね簡易表計算で合計に対する割合を選択しそして右クリックしてくださいそして書式設定をクリックしてペインですねこのペインというのはこのビューの中の書式設定ですペインで数値を えー、パーセンテージに変えれば、えー、こちら、あのー、まあ、完成したイメージ図は5.5%だったんですが、算出がうまくできているということが確認いただけます。えー、ここでですね、まあ、一つ、えーまあ、課題ですね、えー。普段タブローを使う中でも、えーまあ、よく、えー 当たる問題になるかなと思うんですが、このメーカーをですね、それではサフコだけ表示をしたいということで、ま a f c だけに絞ります。そうすると、もちろんサフコのみ表示されるわけなんですけども、私が問題の中で申し上げた、まずサフコのみに絞っているわけなので、その全体売り上げというのもサフコのみに ににななりまますから100%になってしまうということになりますで、こちらをですね、まあ、どのようにそのフィルターをかけながら、他のフィルターも表示をしていくか、まあ、この売上も念のため表示しておきますけれども、というのが今回のこの問題の肝となっております。でフィルターを表示し、ここでドロップダウン。 まあちょっとフィルターの場所変えたいなと思いますけれども、ここにした場合、クリックすると常に100%になるわけですね。で、ここで、この問題の紐となります。あの、計算フィールドをご紹介していきます。ルックアップ関数を使います。そして、min。このルックアップというのは、 この関数リストで見ていきますと、表計算関数に位置する計算式となっております。ルックアップでサム利益、ファーストプラス2というふうに指定するような関数なんですが、簡単な使い方としましては、例えば売上があってですね、顧客区分があって、 そして、この売上をですね、例えば、ルックアップでくくっていきます。で、これは今、私はアドホック計算をやってますけれども、マイナス1とします。はい。そして、こちら、改めて売上を入れていきますと、一つですね、マイナス1を指定することによって、ずれているということが確認いただけるのではないかなというふうに思います。 でルックアップでマイナス1を指定すれば1個ずれますし、もしですね、0を指定した場合にはずらさないということになります。でこれなぜご紹介したのかと言いますと、まあ、今回もですね、この問題を解いていくためにルックアップ関数を使うわけなんですが、ここでですね、min、max、まあ、かもしくは min です。 あのここは、ルックアップの中というのは集計関数である必要があるので、えー、まあ、min か max を指定しているわけなんですけども、えー、メーカーとします。で、メーカーをこの中に入れて、えー、0を指定します。はい。えー、そうすると、まあ、これ何かと言いますと、あのー、まあ、ずらしてないんですね、えー。ずらしてないので、例えば、まあ、これもですね、 このメーカーという計算1というデータを作りましたけれども、これも、あの、そうですね、計算1をフィルターに入れると、グローブ・ウェイスという値が取れているということが確認いただけるかなと思います。で、一旦こちらですね、メーカーフィルターと、 ししてて保存をしていきますでこの計算式ま、えー、まだ、あ、どういう意味なのかわからない方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけども、このメーカーのディメンションフィルターですね、これを外して先ほどのルックアップでくくったこのフィルターでサフコと絞り込みを行いますと、 先ほど100%であったものが5.5%で、全体の売上を計算したうちの構成比を算出することができているということになります。ではですね、これはなぜなのかというところです。ルックアップを使うことによって、通常のそのフィルターでは100になってしまうところが、全体を残したまま え、サフコという全体を計算して構成比を算出したままサフコに絞ることができました。え、こちらのあの操作の順番、計算の順番というのがですね、ま、タブロのクエリーパイプラインというふうに呼んでいるものとなっておりまして、こちらは Google でタブローブランククエリーパイプラインと検索いただくと表示できる えー、ヘルプページになっております。で、ここの絵で、あのー、ご説明をさせていただきますと、えー、メーカーという、えー、まあ、最初に私が、え、個性比100%になった、えー、通常のフィルターを使うとですね、えー、ここでまずメーカーを、えー、ディメンションフィルターをという、えー、機能を使って、絞り込みを行ってからですね、えー 私はその全体を、から、サフコの売上の構成費を算出するという簡易表計算を使いましたけれども、テーブルカルクスという計算式が次に行われるということになります。ですので、もちろん、ここのディメンションフィルターでサフコと絞り込みを行いますと、その後、絞り込んだ後にテーブルカルクス計算の簡易表計算がかかりますので、 もちろん100%になると。サフコの売り上げが全体となり、分子もサフコとなるので、100%になるということとなります。それでは、ルックアップ関数を使って、サフコであったり、他のメーカーを取得した場合は、どうなるのかといいますと、まず、構成比の計算は同じく簡易表計算です。そして、ルックアップ のフィルターを使うことによって、こちらのですね、テーブルカルクスフィルターという扱いに変わります。ルックアップというのが表計算関数になりますので、それを使うことによって、全く同じフィルターのあの機能を担っているわけなんですが、計算の位置をずらしているということになります。 このテーブルカルクスフィルターというのはテーブル計算、開票計算を行ってからですね、フィルターがかかるということになるので、まあ、シート内ではサフコというメーカーしか表示されていないわけなんですけれども、全体の売上に対するサフコの売上の構成比を計算してからサフコに絞ってくださいねと。 いう、クエリーのその計算の順序が走っているということになります。従ってこの問題の肝としましては、表計算とこのクエリーパイプラインを適切に理解して使うことができているかといった問題でした。それでは続きを行きたいと思います。まずこちらも非常にこうラベルが小さいですので、 もう少しですね、あのー、サイズを大きくしていきます。えー、そして順序を、まあ、ここをメーカーにしてですね、えー、テキストのところで、ここの、えー、点々点を表示しましたけれども、はい。えー、これで売上そして構成費が取れているということになります。えー、さらに、ここからですね、 えー、そうですね。ランク計算を行っていきます。簡易表計算で、えー、ランクですね。はい。で、このランクは、えー、この構成比の下に持ってきます。えー、そして、えー、売上を、まあ、通常どおりまた置いていくと。はい。で、えー、こちら順序としましては、えー、このような、まあ 構成比があって、ランク計算があるということになります。はい。えー、ここでも改めて振り返りですけれども、えー、こちらですね。まあ、このランクの計算の、えー、が常にこう1で算出されてますが、えー、ここですね。こちらですね。えー、表計算の編集で、 そして今、あの、その表計算のランク計算を行うときに、この特定のディメンションでメーカーごとを行うことによって、ランクの計算方法を売上高順に行うということができます。そしてですね、まあ、これも改めてしつこいかとは思いますが、メーカーというディメンションで え、フィルターをかけてしまいますと、まあ、今回、サフコが常に1番のはずが、アドバンタスにしたとしても、ま、1番になるということですね。まあ、これは、あの、表計算がフィルターをかけた後に行われているということです。ですが、このルックアップの表計算のフィルターを使うことによって、え、その順序を維持したまま表示ができると。 いうことになります、はいえー、それではここですですね、まあえー、ラベルのテキストを開きまして、えー、ランクの位と、えー、つけていただくと、まあ、44番ということが、このアドバンタスに関しては分かります。でさ今回の問題はあのサフコでしたので、サフコに切り替えを行います。 えー、そしてですね、まあ、こちらも同じく、えーまあ、また問題を確認していきますけれども、えーまあ、次はメーカー売上の平均値、そして売上の平均値に対してサフコの売上はどうかというところです、えー。こちらも表計算関数をうまく活用いただけているかというところがまず肝になってきます。メーカーフィルター念のためを落としていきます。 で、ここで計算していくのは、メーカー売上げの平均です。その時に、ウィンドウアベレージ関数を使います。で、こういったその計算をですね、まあ、LOD 関数を使って指定して取ってくることもできはするんですが、 LOD 関数はかなりパフォーマンスに負荷のかかる関数となりますので、ここではウィンドウアベレージを好んで使っていきたいと思います。ウィンド o w a ージ r a SAM の、えー、ここ消してしまって、売上をドラッグしてこの間に落としていきます。で、適用ですね。で、このメーカー売上をの平均を置いてテキストに変えます。 でそうすると、まあ、うまく、そうですね、算出ができていないようにも見えますが、この、ウィンドアベレージの計算の単位ですね、を特定のディメーションでメーカー単位にその計算を行うとすればですね、このメーカーがすべて、今回、すべて表示されていないので、数十というメーカー の売り上げがあるわけなんですけれども、それを平均したときに、メーカー売り上げの平均値というのが算出できるのかなというふうに思います。まあ、今回はメーカーの売り上げの平均ですけれども、あの、業界の平均であったり、えー、そうですね、一人当たりの営業担当が売るべき売り上げの平均ですね、というところを算出したりですとか、あのー、使えるかなと思います。 で、えー、こちらもあの同じくですね、まあえー、改めてであのしつこいかもしれませんが、通常のフィルターを使ってしまうと、えー、こちらの315万というのはあの値が変わってきますね。アドバンタスに絞ってますので、アドバンタスの売り上げがメーカー売上の平均値にな,るなってしまうということです。 ですが、メーカーフィルターという、ルックアップでくくった表計算関数を行うことによって、先にこの315万を計算してからフィルターを行うということになるので、絞ったとしても、それが維持できるということになります。はい。それではここまでですね、メーカー売上の平均を計算してきました。で あの計算式たくさん作ってきますと、どこにあのその作った計算式があるのかというのがすごい迷うと思うんですね。運用管理上もそのあの非常にデータとしては使いづらくなってしまいます。タブローのこのデータソースの扱い方としましては、今回、注文と返品と関係者というテーブルをつないでますので、 この各テーブルごとにそのフィールドを格納していくといったことももちろんできるわけなんですけれどもそのほかですねこのデータソーステーブルでグループ化ではなくフォルダでグループ化という機能がありますのでこちらを使いますとテーブルごとには持てないんですがフォルダを作成してですね まあこれは何の目的のための計算式なんですよといったところが新しいフォルダを作って見つけやすくなります。ここであのパラメータの,あのフォルダを作ってましたね。こちらでフォルダを作成します。 そしてメーカーフィルター、メーカー売上の平均。そしてこれをですね、グループフォルダでフォルダに追加で a y 12の問題に加えていきます。こうしますと目的ごとにその計算フィールドを管理できますので非常にこう見つけやすいですし目的がわかりやすいとまあその一つ一つのフィールドも扱いやすくなると。 ということとにななるのかなと思いますで少し横道それましたけれども最後にですねあと2工程ぐらいありますねこのメーカー売上平均に対してその該当するフィルターしたメーカーの売上を比較するということになりますのでこの合計売上にからですねメーカー売上の平均を引いた場合ですね VS メーカー売上げの平均とします。で、こちらも定12に落としていきます。そして、ここに落として、まあ、直接テキストでもいいですね。はい。そうすると、まあ、この315万から8 84万から315万を引いた場合、 全体のマーケットのそのメーカーの平均売上売上平均に対してビハインドであるということがわかりますね。そして最後、あの、KPI の表示でよくやることですけれども、こういった三角を入れてですね、あの、プラスなのかマイナスなのかというところをわかりやすく表現するということは、あの、かなりですね、よくやる表現方法かなと思います。そちらを最後に え、取り組んでいきたいと思います。はい。え、ここでもですね、計算式を活用していきます。え、この、ま、表現は、あの、すぐにですね、まあ、その BI の機能上出せるのが、まあ、理想ではあるんですけれども、え、計算式を使います。If、VS メーカー売上げの平均、えー、あ、えー、っとですね、VS メーカー売上げの平均ですので、このマイナス、 231万という値が、今回231万ですけれども、0以上であれば、三角、シングルクオーテーションですね。で、三角入れて、エンドとします。で、ここでは、VS メーカー売上げの平均、そして半角ブランク三角とします。 で、これが、あの、プラスだった場合ですね。はい。で、ここでもう一つ、えー、作りまして、えー、編集してですね。で、三角を逆向きにします。はい。で、これは何を示しているのかというと、えー、 マイナス、プラスであれば上向き三角、マイナスであれば下向き三角、えー、ということですね。で、これを適用します。はい。えー、そしてですね、まあこれを、えー、まあもう同じく2つ上三角、下三角入れてですね、テキストで表示していくと。 でここに注目いただきたいんですけれども、今回プラスの場合とマイナスの場合両方テキストに入れてますが、プラスの場合というのは表示されてません。理由としては、ここがマイナスの値が算出されているからですね。で条件分岐で、あのプラスの場合にはあのスプレムき三角ですけれども、エルスでマイナスだった場合というのは記載を入れていないので、あの ここはヌル地で返されているので空白になっているということになります。これを利用することによってですね、例えば、ここに売上平均を比較した場合の前にですね、まあそれぞれ入れて、そしてこちらは緑ですね。はい。緑。 そして、こちらは下向き三角ですので、赤と。はい。そうすると、このようにですね、プラスであれば上向きの緑ですし、下向きであれば赤い三角ですし、上向きでサフコとしますけれども、まあ、一番売れている会社なのでプラスですね、というところが分かってくると。 ということになります、えー、あとはですね、あの、ここはもう、えー、まあ、表現の世界になりますけれども、えー、サフコということで入れていって、まあ、例えば、ここは、えー、そうですね、まあ、ちょっとサイズを小さくして、えー、グレーぐらいにしてですね、そして、ここ、 非常に便利なんですけれども、ラベルを表示するときに、メーカーフィルターでこう絞った値というのを、ここから取ってきてあげるということができます。ここを、今、あの、値潰れてますけれども、そうすると、サフコにしていればサフコが表示されるということになります。で、ここで、例えばサフコの売上高ということですね。 で、全体売り上げで、サフコが占める構成費と。でここも、まあ、少し少し、あの、ちょっと小さく表現していきます。えー、そうですね。ちょっと全角入れます。はい。で、これも10ぐらいにしましょう。 で、えー、ここもですね、えー、ある、このメーカーの売上高ランキングとします。で、えー、10ぐらいでいいですかね。としていくと、まあ、かなりですね、まあ、それぞれの値が何を示しているのかというところが明確に、あのー、 ま、KPI を復元するときにも分かりやすくなっていきますね。はい。16ぐらいにしましょう。で、えー、こちらも、まあ、15ぐらいで大きくして。こちらも、まあ、太くしてですね。はい。ちょっと枠広げますけれども、えー、メーカー売上げの平均ですね。か メーカー売上げの平均とします。はい。そしてまたブランク開けて、今私が選択したメーカーの売上げ VS メーカー売上げの平均とするということになります。はい。10にしましょう。 でえー、テキストはい、えー、これによってですね、えー、ちょっと、まあまあ、微調整、太、え、字、ー、ここにするですとか、まあ、サイズを同じく合わせるとか、まあ、ちょっと一部15以上で15ではないところがあって、まあ、一律にサイズが表現されておりませんが、はい、えー、このような形でですね、えー まあ表現することができます。で、メーカー売上げの表現もですね、あの、ま、右クリック、書式設定で、通貨で、円マークを頭に入れてあげるですとか、あとは、このバーサスメーカー売上げ平均というのも、頭に通貨で、円を入れることによって、 ま、回答のイメージと全く同じ形で表現することができます。あとはタイトルの表示を、あの、ここ集計ってなってますけれども、まあ、メーカーとすればですね。あとはここで任意のものを選択いただければ。ちょっとプラスのものばっかりですね。あ、ここでマイナス出ましたね。はい。ということで、あの、 ま、可能となります。え、これはですね、えー、まあ、自社、例えば自社のブランドの、えー、まあ、マーケットと比べたときの、え、KPI ですね。まあ、どれくらい上振れている、下振れているというのを、わかりやすく KPI で表示するといったときには、この表計算関数を使いながら、表計算フィルターを使うことによって、 表計算を先に行わせつつ、絞り込むといったことができる、非常に便利な機能かなと、仕組みですね。あの、だと思いますので、ぜひ覚えていただいて、自分のものにしていただいてですね、業務の中で使っていただけたらなというふうに思います。それでは本日の内容は、タブローのクエリーパイプラインを え、理解していただき、表計算を使いこなすというところが問題でした。またタブルを極めるご参加いただければと思います。お疲れ様でした。